足場作んないとね、めんどくさいちょ、ちょっとめんどくさいですけれども、まあ、冬刀を作りたい、ちょっと、地面からすっごい近い冬刀ですけど、<laughs> いいんかいなって感じですけど、まあ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 、まあ、なんかね、冬島の地下の部分から、駅が出てって、向こう側に繋がるみたいな構想も面白いんじゃないかなと思って、やっていこうと思いますよ、こうやっていってね、ぼちぼちと。 で、ここをね、この2つの橋を、あーっと島をね、真ん中のところでつな、えー、ぐ、あのー、橋かなんか作って繋ぐ感じにしようかなと思ってるんですよ。まあ、冬島はね、1回、あのサバイバルじゃなくて、あの、クリエイティブの方で1回作ったんで、足場さえあればそんなに時間はかかんないんじゃないかなと思います。問題は上ですね。上の配線とかは、1人でやるとすごい時間がかかるはず。 クリエイティブだとね、飛んでふわふわ浮きながらできるんで、だいぶ楽なんですけど、まあ、ぼっちぼっちのんびりやっていきたいと思います。多分2時間ぐらいで終わるんじゃないかな。2時間。この冬刀作るのに1時間ぐらいかかりそうな <laughs> もっとかかるな、多分。で、えっと、あー、痛い。あのー、上でこういうことが起こるとね、もう死ぬ、死しかないので、 あーでもそっか、ダイヤモンドのね、そう、靴が、フェザーフォーリングっていうのがついてるんで、多分上から落ちても死なないと思うんですよね。一番高いとこから落ちても多分ハートは残るはず。まあ死んでもいいんですけど。よし。ちゅうとでですよ、あのー、クリエイティブで作ったのは2層分だけですけど、うーん、ちょっとね、湧くところがまだ地下にあると思うんで、モンスターが湧ける場所がね。 それを考えると多分5層。うわ、すごいでかくなるね。で、クリーパー像にしたかったんですけど、それどうしようかな。これもっと大きくしないとダメかな。ちょっと考えようかな。クリーパー像をここに立てるとしたら、もっとでかくないゃダメですよね。まあいいや、とりあえずカットカットでやっていきます。とりあえずここ2つつないでおいて、そうね、もうちょっと大きくした方がいいかな、これ。 よいしょよいしょなるべくね人工っぽくしたくないのでそれをうまくどうやってやるかですよねさて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 とりあえず埋まったんでうーんこれ先乗せちゃおうかあとで大きさ変えるかもしれないですけどとりあえずこうやっていってどんどんえっ、ー、とのせていきたいと思います よし上はできた <laughs> やっぱり小さいですね少しね少し小さいような気がするとりあえず下作る前に広げるか決めないといけないんですけどふむどうしようかな考えどころですねこれは大きくするとなるとですねまた別な問題が出てくるんですよねうーんどうしよう よいしょ足場とかにはぴったりですね。このブロックは。よし。じゃあ。えっと、これも大変な作業ですけど、ちょっと頑張ってやっていきたいと思います。よいしょ。これ以上進めない。進めないか。あんまりとんがらせてもダメだね、これね。 こんな感じもうちょっと伸ばさないとダメですねこれ多分これあんまりカツカツにしちゃうとねバランス悪くなっちゃうんですよねさっきもサバイバルじゃなくてあっちでやってましたけどと落ちたまいったこれは時間かかるわ、まあ、大幅カットしていきます さてさてさて,さて大体できたかなちょっと向こう側もう完成してここを残すのみになったんですけどここももういいかなこれぐらいでちょっと遠くから見てみたいですねほんとこれ大丈夫なのかまあちょっとなんか下が中途半端やの <laughs> ここもう一個削ってみっかああちょっと削りすぎ まあ、悪くなかろう。ちょっとグローストーンつけてみたけど、どうかな。あとで外すかもしれません。まあ、こんな感じでいいかな。で、この足場崩して、荷物上に持っていかないといけないんですけど、ここがちょっとめんどくさい。生き物が。よいしょ。こうね、噴水出してみたんですよ。噴水っていうのかな。水を。水を垂らしてみたものの。よいしょ。うわ、ここ行けない。よし。 で、えー、っと、ちょっと片手間にね、作業を進めてたんですけど、ここに線路を引っ張ろうかなと考えております。ちょっと石が足りないので、多分どうしようか、ちょっとこれで、よいしょ、ここら辺に作っておきましょう、よいしょ、えー、っと、だいぶ作業が必要でんな、これは、よし。 これをね、ここに並べるという一大作業が残っておりますけどよいしょ線路引かないと多分行き来が超大変なんですよねよしまあ楽少し楽になったかな楽になったかなっていうかいつも下から通ってたんでねでこうガラスで上囲んでまたなんかコロニーから伸びるラインにしようかなでも冬そしたら冬との意味なくなっちゃうか うん難しいところですけど、もう作ってしまったからにはしょうがない。<laughs> しょうがあるまいて。よし。食いもん食いもん <laughs> よし。まあいいかな、これで。まあこれちょっと置いてみて、もう行き当たりばったりで作業を進めております。<laughs> よし、さて,さて、久しぶりの地下ですけど、あの、皆さんに全然お見せをしてなかったんですよ。あのー、石がね、いろんなところで必要なので、ここを延長してですね、洞窟探検の時にスライムを見つけたところをめっちゃ拡大したんですね。ただ、安定してね、スライムが湧かないので、わい、ガスガス湧いてくれるんだったらいいんですけど、湧いてくれないんですよ、あんまり。たまーにいるぐらいで。 相当大きくしたんですけどね、ここくらい。よいしょ。めっちゃ長いでしょ、ここ。一生懸命削ったんだから。<laughs> それでですよ、よいしょ、ここです。ほら、ね。<laughs> めっちゃ <laughs>。えっと、石が確かあったと思うんだけど、持って帰っちゃったもん。あったあった、ああ、ないか。でね、そこに要塞があるんですよ。 これを後で使うから、これも持ってこっか。要塞がね、この上にあって、もう探検済んじゃったんですけど、何も面白いとこなかったんで、全カットしましたが、ここにね、スライムがよくいるんですけど、いないな、今回は。ちょっと待ってるとね、湧くんですよね、ポコポコって言って。湧かないか。まあ、スライムはいらないんですけど、別に。ってことで、ないですね。 石がもうない。石の在庫がないですね。そうしよう。じゃあ、まず、コレクションポイントを決めよう。えー、っと、どこにしようか。それも、まあ、ちょっと後ろの方がいいかもしれないですね。後で拡大するんで。ここら辺ここら辺をコレクションポイントとして、えー、っと、 1>, 1、ああ、そっか、コレクションポイントから24マス離さないといけないんですよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、22。あ、そっか。あの、水路の部分もあるんで、20、あ、やめた。 むどうしようかな 21?22 か22でいっか 20, 20でいっかえー、っと20から石で作るかあとで外壁を詰めればいいと思うんで ここを真四角にするここが穴になるわけですねでそうすると,えっとまずこの周りを木で囲んでわかりやすくしようえっとこういうふうにしてですよそこから作るのは危険かなちょっとわかんないですけれども よし。まずこうする。で、あとは、まず水路を作っていかないといけないんで。よいしょ。ここの材木は何でもいいんじゃないかなと思います。後で見えなくなっちゃうんでね。えー、っと、ここも入れてだっけ ?1、2、3、4。 でここで1段上げないといけないですねよいしょ12234とこれで OK かこれで OK ですね <laughs> とりあえずここが水路になる感じですね ここに水流して最後に落ちてきたモンスターを真ん中に集めてさらに落とすって感じなのでこれでいいんですけれどもここから何の材料を使って作っていこうかな木だとちょっともったいないですよね石にしようか石で両サイド埋めるかよいしょまず骨格決めないとなかなかうまくいかないと思うんですよ で、えー、こっからストレートでよいしょここが骨格になるからあそっかでもあとであれやるからこれやっちゃうとまずいのかなまあいいかよしまあいいか出ましたあと <laughs> でクリーパーのね体を作らないといけないのでそこに合わせるのがちょっと最初から緑の羊毛を使わないとダメかもしれないですねあとで削る羽目になるかなここだけまあいいか まあいっかってですよ本当によしかなどうしよっかな悩むねよしじゃあこれはこれでいいとしてよいしょじゃあここにちょっと壁作っていきますねえー、っとこんな感じでよいしょ石ちょっともったいないかなまあまあいっか石 あっちにいくらでもあるからね使っていくのもいいかもしれないですよしとりあえず壁作る前にここにここがね最後の水路なのでモンスターが吸い込まれていくよしこれでいいんだよねよし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 よいしょ こっからまたちょっとカットかなよいしょと時間がやっぱかかりますななんだかんだでマインクラフトの録音時間がやばいですね毎回の <laughs> 本当に本当、軽く1時間過ぎちゃうんでいつもよし その長,長編のね動画から探し出すわけですよ作ってるところで編集も結構大変だし OK でちょっとカットしますねこっからで上もちょっとなんとなくできたんでこんな感じでうんあのその隙間も埋めました結局でえー、っとここを変えていかないといけないんですよね、えー、めんどくさいことに外壁をね全部羊毛緑の羊毛にする予定なので ここを全部緑色に変えないとダメですな。じゃあまあ適当にカットします。カットしてやっていきます。ちょっとこんなお見せしてたら多分動画が1時間とかになっちゃう。<laughs> よし。よし。ふぅ、大変だ、こりゃ。 あああね。死ぬかと思った。ああ、よかった。ダイヤモンドのね、ブーツ履いてるんで、なんとか死は免れましたね。だいぶ綺麗になったでしょ、ここ。<laughs> 綺麗にライトアップされてるでしょ。あっちがね、島がなくてよかったですよ、本当に。向こう側も大変だったし。 軽く2000個は置いてると思うんですよね多分よし夜見ると綺麗ですねちょっとねうん幸いなことに木の上とかではかかモンスター湧かないんでねいいですけどよしもうちょっとで終わり よしじゃあここは2段重ねてあるのでもう大丈夫でいやークリーパー顔にするなんて言わなきゃよかった <laughs> これめっちゃ大変だぞこれよしえー、あともうちょっとで下の部分が終わりますな長かった やっぱね、ちょっと緑色の羊毛で埋めることにしました。よし。これでは下は終わりだ。後で、ここ壊さないとモンスターは開くな、多分。ま、あいいや、これこ。簡単に壊していっちゃいましょう。えーっと、あとは、あそっか、上もやんなきゃいけないんですよねー。ちょっとここ適当に置いといて、後で壊そう。よいしょ。 これ、モンスター分かれるとね、困っちゃうんですよね。よしょ。さて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 、えー、昨日終わられなかったの、もう全然終わらなかったので、今日またやっていきたいと思います。えー、っと、だいぶね、形ができてきました。まだ中何もいじってない、まあほとんどいじってないんですけど、外壁だけちょっとね、羊毛を刈り取りつつやっております。下、モンスターが落ちてくる場所はここですね。 で、ここで叩くみたいな感じになると思うんですけれども、実際上を見ていきたいと思います。えー、上はね、うーんと、なんて言うんだろうな、もうちょっとすごい作業の多さなので、ちょ、ってんてこまいなんですけれども、ここにピストン設置、かなうん。で、ここが湧きそうですね。 ちょっと2階層分だけ終わらせてあと上知ら,ん知らんぷりって感じになってるんですけどよしじゃあちょっと待ってえ丸石が足りないのかよしじゃあ仕方ない丸石取ってきますカットいやーここから見てもなんかいい雰囲気ですねクリーパーの顔をつけるとするとちょっと中途半端になるかなどうだろう ふむなんか朝日がいいですね。<laughs> いい感じになってるわ。えー、っと、下まで伸ばすか伸ばさないかを考えてるんですけれども、そのビル、建物のね、ま、ね、っすぐ伸ばすか伸ばさないかを下まで。そこはつけてみたものの、うーんって感じですから、ちょっと実際、まあ作業していきたいと思います。中をね、作んないとも話にならないので、 いやーこれ大変でした本当にもう、うん、1時間半ぐらいかかりましたねよしじゃあここにつけていきますかよいしょあここじゃないか2回は終わったんだよねあじゃあここからやっていこうかよしまあこれをこうやってやっていくわけですよここが湧きそうですねこの丸石が今乗っかってる部分が なので、これを、えー、ずっと上までやるんですけれども、さっきね、ちょっとハードでやってみたら、すんごいモンスターいたんで、多分ね、下あんまいじくんなくても結構湧いてくれるんじゃないかなって思いますね。十分すぎるほど。あと、スパイダーをどうするかなんですよ。 スパイダーがね、詰まっちゃうんですが、ちょっと下工夫して、一応通過はするようにしてるんですよ。ただ、スパイダーが多くなると、どうなるかわかんないですね。もしかしたらどっかで詰まっちゃうかもっていう感じになるかも。ここは OK。じゃあ次そっちですね。よし。あれ ここはいらないのか。よし。あと、上もやんなきゃいけないのか。まだ上も空いてるん、空きっぱなしですね。もう、これ、いつもはね、外人さんのお手伝いを借りてやるんですけど、こういう作業って。一人で作るのはなかなか骨が折れまんな、っていう感じですよ。さてさて、あーやっちまったやっちまったよ <laughs> バイバイと。よし。 仕方ある前もうよしまたやり直しです <laughs>